さあ試合は第3クォーター終わった段階ですが、ここまで攻守ともに圧倒していましたエールズに対し、琉球ついに反撃となるタッチダウンを1本返しました。その差が詰まった状況で入りますこの第4クォーター。さあこの試合どのような展開になるでしょうか。これより第4クォーターに入ります。攻撃権はエールズ、自陣31ヤードからファーストダウン10。まだかわしている。さあ追いつくか。残り10、5、タッチダウン。ここでエールズランニングバック34番、ワンプレーで一気にタッチダウンを返しました。ハンドオフを受けて右オフタックルを突破、一旦タックル受けましたがこれを振りほどきまして一気に独走、相手ディフェンス振りほどいたそのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。エールズ6点獲得となっています。しかしこのキックはブロックされまして、トライフォーポイントは失敗、6点止まりとなりまして、リードウェイホートエールズ33点、琉球ガーディアンライオンズ7点となっています。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。さあ第3クォーター終わりに鮮やかなパス攻撃でまず反撃となるタッチダウンを琉球上げましたが、その返す刀のワンプレーでエールズランニングバック34番の八木が素晴らしい快走を見せまして一気にタッチダウンを取り返しております。あや、エドワーズさん、グッジョブ。シャーニー・エドワーズさんは、ウェイトゥーゴー、琉球。先ほどの立ち合いに対するエールですが、まさかこのようなタイミングで返されるという形には予想できなかった点でもありますが、さあ、今度はキックオフリターンでそのチャンスを見たいところです。さあ、リターンに入った。中央に果敢に切り込みまして自陣30ヤード付近の攻撃を得ています。町田さんは琉球何とか盛り返せ、この劇がチームに伝わることを期待しましょう。琉球ガーディアンライオンズ自陣30ヤードからファーストダウン10。パス成功、しかしディフェンスはナイス。中央に走り込んできたワイドレシーバー14目に短いパスを通し、そこからキャッチアンドランを図りましたが、これをエールズ2番に見事に対応し1ヤードのゲインにとどめています。パスを取りましたのは14番の草開き、これを仕留めましたのはエールズ2番の石井。
琉球セカンドダウンナイン。このパスは不成功。再びくさびらきに対してパスを投じましたが、このパスはプレッシャーからかショートしまして、パス不成功となっています。琉球サードダウンに変わります。琉球サードダウン9。QB サーク。クォーターバック7番、左ロールアウトしプレッシャーかわしてパスを投じようとしましたが、それを見計らいエールズディフェンスライン陣佐藤 QB サークし、パスを投じる前に仕留めました。琉球フォースダウンに変わります。フォースダウン15で琉球パントフォーメーション。さあ返していくぞ、前がいない、タッチアー。このパントを取りましたリターナー17番、スルスルと中央切り上がってそのまま右サイドライン際を独走、一気にエンドゾーンへ駆け込んでタッチャー。エールズ6点追加となりました。鮮やかなステップでタッチャーを上げましたのはリードオフとエールズ17番の丸山。ここでエールズが後半1回目のタイムアウトを取ります。先ほどの鮮やかなパントリターンタッチダウンの後のトライフォーポイント、ここでタイムアウトを取りました。さあプレー再開となります。エールズプレーを行うようです。ここで2ポイントコンバージョン、2点を狙いに行くプレーを選択しました。トライ4ポイント、エールズ2ポイントコンバージョン。成功、2点獲得。選択したのはランプレー、トスを投げました34番の左オープン展開でした。これを琉球もカバーしようとしましたが、これを見事なステップワークで振りほどき、そのエンドゾーン駆け込んで2点獲得です。リードイフォードエルズ41点、琉球ガーデンライオンズ7点。さあ序盤とは思わぬ、序盤の状況からと思わぬ形で現在大きくリードが広がってきております。勝敗が確定する気配が徐々に強まる状況でありますが、ここで琉球しかし踏ん張り、なんとか得点を上げておく必要があります。今シーズンは冒頭に申し上げました通りに、リーグ戦上位3チームが X2 に上がるビッグチャンスです。
欲しい感情を5分になった際には得失点差が大きく影響します。この点でも何とか差は詰めたい。さあリターンに入るわ。果敢に中央突破しまして自陣30ヤード付近からの攻撃を得ています。アツコ細川様、先ほどのパント非常にいいキックだったのに惜しいというメッセージですね。悔しい、なんとか取り返してほしい、その言葉がチームに伝わることを期待しましょう。試合はまだ終わっておりません。残り時間7分56秒。さあこの8分弱の時間、しかしまだ琉球には得点の機会があります。琉球自陣31ヤードからファーストダウン10。これをしかしエールズ凄まじいディフェンス、ランプレーで左オープン展開を図ろうとトスをランニングバック33番に託しましたが、この受け取るかの瞬間にエールズ9番がタックルしまして、このランプレー5ヤードロス。エールズもここはまだ手を緩めておりません。素晴らしい対応したのはエールズ9番の梅本。琉球セカンドダウン15、ボールオンは自陣26ヤード。さあラッシュクレー、QB さん。クォーターバック7番パスを投じようと下がりましたが、これをエールズ1番9番が佐藤、2人がかりで QB サーク仕留める形でさらに交代させました。鮮やかに QB サークしましたのはエールズ1番の足立、9番の梅本。琉球サーダウンロング、パス不成功。ここで琉球ロングパス、一気にこの状況を打開せんと、このパスに期待をかけてレシーバーに投じましたが、しかしこれはエールズが阻止しましてパス不成功、フォースダウンに変わります。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。さあ試合も現在残り時間6分39秒となっているようです。後半なんとかその状況打開戦と琉球もタッチダウンを返したところでしたが、ここに来てエールズにもう一段ギアアップがあったようです。一気にそれを押し返さんとタッチダウンを立て続けに上げております。さあ試合再開、琉球フォースダウンロング、パットフォーメーション。さあこれもリターンに入る。これはしかし琉球ナイスカバー。ハーフウェイを越えたあたりでこの時にリターナーを外へ出すことに成功し、この位置で攻守交代となっています。しかしかなり厳しい状況にありましたので自陣に脱することはできておりません。エールズ相手陣からの攻撃に入ります。
エールズ相手陣47ヤードからファーストダウン10。さあまずランプルから入りました。ハンドオフを受けましたキャリア10番、左オフタックルを突破しまして約7ヤードのゲイン。エールズ10番は藤原です。エールズセカンドダウン10、ボールオンは相手陣41ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック4番プレイアクションパス。フェイクを入れましてワイドレシーバー7番にパスを投じましたがコントロールミスし、パス不成功となっています。エールズ相手陣41ヤードからサードダウン3。パス成功、ファースト。クォーターバック4番、今度はワイドレシーバー17番にパス。カバーされていましたが17番これを見事キャッチしまして攻撃権更新です。リードイフォートエールズファースト。見事競り勝ちましてパスをキャッチしましたのはワイドレシーバー17番の丸山。エールズ相手陣30ヤードからのファーストダウン10。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。さあこの試合も残り時間5分となりました。現在審判団によるウォーターブレイクが入っております。得点はリードイフォートエールズが41点、琉球ガーディアンライオンズ7点と大きくその差は開いた状況になっております。しかしこの得失点差は最終的な勝敗が並んだ際にその勝優劣を決める重要な要素になります。琉球もなんとかここで一矢報い、この状況を少しでも回避しておきたいところです。さあ試合再開となります。エールズ相手陣30ヤードからファーストダウン10。さあランプレーから入りました。ランニングバック10番託されまして中央トップ測りましたがしかしこれは琉球ディフェンス集まりましてノーゲインとなっています。エールズセカンドダウン10、ボールオンは相手陣30ヤード。ナイスゲイン、ファースト。ここでエールズはスクリーンパスを投入。取りました。ランニングバック21番、ブロッカーを生かしたキャッチアンドランで攻撃権更新です。リードフォートエールズファースター。
エールズ相手陣17ヤードからのファーストダウン10。ここは琉球ナイスです。何枠10番に託して左オープンを突破を図りましたエールズ。しかしこれを琉球66番見事に対応しましてロスタックル、約5ヤードロスを4ヤードのロスを奪っています。見事な対応をしましたが琉球ガーディアンライオンズ66番の町田。エールズ相手陣21ヤードからセカンドダウン14。さあまだ返す、ビッグプレーインターセプト、ターンオーバー。ここでエールズクォーターバック11番一気にエンドゾーンとサントロングパスを投じました。しかしそれを取りましたのは琉球17番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事インターセプトしましたのは琉球ガーディアンライオンズ17番の松井。さあ松井のインターセプトで攻撃権をダッシュしております。琉球ボールオン自陣23ヤードの位置からの攻撃に入ります。カフェラ様、ナイス町田、町田コーチ様も66のタックルやったねというメッセージ、先ほどの町田選手の素晴らしいタックルが、しかしここで素晴らしい攻撃権を奪うきっかけとなった模様です。琉球ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り2分37秒となりました。この状況で琉球が攻撃権を得ております。琉球ここで2回目のタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様、そして各個人様のご寄付、ご記者、ご支援によりまして、この企画は実現しております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。現在もこの企画は募集しております。YouTube の概要欄にその申し込みとなるショッピングカートが URL ございますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。さあ琉球の攻撃、自陣23ヤードからファーストダウン10。しかしここはエールズがまず止めます。まずランプレーでキャリア10番の突破に期待しましたが、これは琉球ディフェンス陣チャージしまして2ヤードロスを奪っています。ナグラケネビ様、ナイス17、先ほどのインターセプトしました松井選手への称賛です。琉球セカンドダウン12。クォーターバック7番パスを投じようとしましたがプレッシャーからスクランブル、なんとかかいくぐりましたが約2ヤードの原因となっています。藤原厳しい状況ですがなんとか打開図らんとしています。琉球自陣24ヤードからサードダウン9。
ここでドロープレーを投入。キャリアは10番の小屋、しかしこれはエールズカバーしておりまして、フォースダウンとなります。時計は刻一刻と進んでおります。ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計は回り続けます。琉球はタイムアウトが一つしか残っておりません。ここは何としても早くプレーを展開したいところです。琉球フォースダウン7パントフォーメーション。これはナイスパント。リターンができないギリギリの状況の位置でエールズ陣30ヤード付近でボールを落としまして、ここでの攻守交代としました。試合時間残り時間10秒となっています。エールズファーストダウン10。ランプレーを投入しました。しかしこれはディフェンスのカバーリ、2ヤードロスになっています。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、リードイホートエールズ41点、琉球ガーディアンライオンズ7点、リードイホートエールズの勝利となりました。10分遅れまして、ニュースアンに50分キックオフとします。よろしくお願いします。さあ X3 リーグ B ブロックの第1戦目、この両雄の対決はリードイホートエールズとなりました。しかし双方ともその若さあふれる、そして勢いあふれるチームの非常に見ていてすがすがしい戦いは、この今シーズンの期待あふれる試合となりました。琉球奮戦しましたが、しかしこの試合は落としました。ですが今シーズンまだ残っております。立て直してぜひ X 戦の扉を手に入れたいと思います。ということを期待したいと思います。エールズ初戦を見事に快勝で勝利することに成功しました。2年前逃しました X2 の扉を今度こそ手に入れることができるでしょうか。期待したいと思います。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、
そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名をとどろかせたスタープレイヤーがもたしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだつわものが突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものが現れるのかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでる歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信はチャンネルを変えまして、残りましての本日 B ブロック2試合も配信させていただきます。この配信は X2、X3 ウエスト全19チームの合同企画にのっとって行われました。その配信受けたまりましたのは私、道楽やりちゃいでした。次の機会をまたお待ちください。それでは失礼いたします。